ああ、お腹いっぱい。こんばんは。今日はね、いつ来るなんよ、髪が。こうしたら。どうや？分けてみたらどうや？こうだ。詳しい時さん、クッキーありがとう。そう、緑くるくるですよ。レッスン今日緑。好きは強制の、お国の決め事守って配信見に来ました。天才です。捕まるんで、もう守らんかったまたさっき青のり食べたからついてないか心配になってきた。急に急になんか気になってきてしまった。よいしょ。おつおつ。大丈夫。よやっほー。今かわいこちゃんの配信が渋滞中じゃけど、一番かわいくるくんと起きた。本当に一番ありがとう、ありがとう。そう、5本、あの足の指にさ入れるさ、なんかクッションがもう本当に今欲しい。私は買いに行こうかな。欲しい。足の指の間にクッション詰めたい意味が分からんけど、クッション詰めたい。終わんない。確かに、のりはわざとつけましたって言ったらごまかせる。柏木まさきさん、結婚してありがとう。やだけど考えとくね。それ迷ったら、5本指ソックスは持ってないの。そう、5本指ソックスは持ってないの。ネイル乾かすのに使うやつなの？足広げるのって。そうなの？なんか普通に多分、なんか足の指を広げるためのグッズだと思う。なんか、私は昔持ってて、小学生ぐらいの時。家にあったから使ってただけなんだけど、多分そう外反母趾にもの人とかにも、人とかがつけたりするのとか、なんかそう、疲れが取れるって聞いた。疲れで取れるのと、あのなんだっけ、むくみが取れる、足のむくみが取れるらしいけ、ちょっといや、もうそんな衝動あるって感じよね。変な衝動がいいじゃないけど、なんか衝動が緑と紫の服気になる。それはくるくるのことが気になってるってこと。つとみちさん、クッキーありがとう。あ、ネイルで使うんじゃん。そう、あ、ちょ、ネイルで使うやつをみんなは健康グッズ的な使い方をしてるだけよ。やばすぎ。足の裏は大丈夫。足つぼマッサージ、私やられたことないわ。多分でも、無理。でも、あれできるよ。あの、あれは歩ける。上は。何？足つぼの上は歩ける。くるくる、外反母趾大丈夫。外反母趾がわかんないんだよね。足じゃんけんの練習よ。確かに。足の筋肉ね。あと、姿勢が治るって書いてあった。姿勢が治る。足の、平が床につく面積が広がるから、なんか姿勢も良くなっていいって書いてあったから、その器具なんて名前、なんか正確な名前が分かんなくて、足指クッションみたいな足指シリコンみたいな予想
そう、塩前と塩後の写真どうしようかな。坂田さんの公演見てきた。いいなー、いいなー、行きたいなー。公演くるくるちょうどの話を聞いてたらこっちまで足の指がうず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 するよね。ちょっと山さん、ハトありがとう。ビリビリは苦手。え、ビリビリは分かんない。でもちょっと嫌だ、なんか気持ち悪い。え、やったよ、マッサージ行った時に。なんか肩に貼って、電気を、ま、流された。気持ち悪かった、ほんまに。体が勝手にピク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 動くんじゃもん。気持ち悪すぎて、もうこれで8分耐えって言われて、え、8分も待つのみたいな。え、足つぼ痛がる人大げさ。え、どうなんじゃろ。なんか足つぼのマッサージじゃない方の歩くやつはなんか言い過ぎじゃないと思うけど、でも意外にやってみたらみんなそうなるんかなみたいな。自分が分かんない、やってことないから分かんないみたいなね。どうなんだろう、マッサージもどうなんだろう。ゆきぽさんクッキーありがとう。山さんハートありがとう。100均で売ってるって聞いたけど。足広げる、いや、そう、足指広げる。あ、足指セパレーター、待って、それなんか見たぞ。足指セパレーター、セパレーター。山さん好きありがとう。足指元気くん足指なんだ、足指元気くん。3300円、え、高っ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 。山さんマシュマロありがとう。私肩こりひどい。てかどうさんクッキーありがとう。カツオさんクッキーありがとう。肩こりひどいのよ。見て見て、この前話したさ、あの、あ、昨日か、昨日話したさ、サブスクのやつさ、多分さ、メールで送れないからスクショしてきた。オロチさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。え、催眠術はね、多分かかりやすいと思う。かかりたいっていう気持ちがあるからすぐかかると、かかるタイプの人間だと思う。首つぼマッサージ、いや、やばい、絶対。でもいつもね、ノアピに首触られるのって言って、今日も触られた、ノアピにノアピに。そう、唇ピカピカしてるよね。あれじゃあ、あれの時じゃ、チュルチュルするやつ。え、そう、ワセリン的な、ワセリン的な。お母さんの仮パクしちゃってる返さんといけんのに使ってる。ディオール、ね、クリスチャン、ディオール、え、ちょっと正式な名前わかんないけど、ディオール、ディオール、お母さんのパクってる、仮パク。でもそれ塗ったらスースーするんよ。もうほんまに唇が乾燥してるときは痛いぐらい、痛いぐらい。どんな催眠術かけてもらいたい。なんか辛くなくなるみたいな、世界一辛いソースをなんかこれは辛くないですって言って食べるみたいな、やりたい。あ、でもあれは催眠解かれたら、あの、解かれた後でも胃の中は痛むって聞いたから、やっぱりレモンにする。レモンを酸っぱくないって言われてレモンかじるやつやってみたい。気使って催眠術かかったふりするタイプよ。え、そうよ、タイプよ、私多分そっちのタイプ。え、でもなんか猫になるとかかけられたらそれはできない、それは絶対できない。なんか猫に、あなたは猫になります、やばい、かかってない、かかってない、催眠術かかってない
かかってませんって言っちゃう。なんかレモンは耐える。猫になるとか無理。猫になれませんっていう。家族のものセーフか。まあ、家族はね、借りパクって言わんよね。まあまあまあ、そうよね。うんうんうん。わさびが甘くなる催眠術。でも、本当じゃない。だってさ、わさびはさ、もう我慢しようがないよね。なんか、だって、強いんかわからんけどさ、反応してさ、涙とか出てくるじゃん。でけさ、耐えようと思っても耐えれるもんじゃないから、本当なのかなと思うけどね。どうなんだろう。あなたコロちゃんになります？できない。できない。コロになりますって言われて、え、コロなってないですよ私。かからんと思う、なんとなく。え、どうなんかね。やってみたいわ。そう言われてみると、なんか自分かかるんかかからんのか気になるな。え、スクショだともうちょっと後にしようかなと思った。ちょっと急に私が話を変えちゃったから。催眠術乗っかる。え、どうなのかな。あー、わさびに見えてるだけ？もしかしてこれ私騙されている？わさびに見えて本当はわさびを食べていない。偽の薬で病気治る人いる。え、いるよね。なんか、え、結構さ、でもさ、思い込みってさ大切。え、最近私そうめっちゃ思った。思い込みとかってめっちゃ大切じゃない？なんか薬、頭とかさ、痛くないってさ思い込んだら多分痛くない、痛いかもって思うけ多分痛くなるんだと思う。私もなんか、あ、催眠術といえば乃木床なんだ。乃木坂ってどこ？くるくる気まずい顔したらかかってない。いや、そう。くるくる気まずそうな顔したらかかってないよ。刺して。刺してっていう。ずっとフライパンだと思ってた調理器具が蓋だったことある。え、どういうこと？フライパンだと思ってたら蓋だった？え、そう。病は気から。え、そうよね。ラベンダーさん、クッキーありがとう。あ、プラセボ効果って言うんじゃん。思い込みマジ大事。あ、言霊も大事。二人で空を見上げ、ブツブツ言ってる、この思い届け、言霊になって。ラーメン屋の行列が、え、それなんか行列とかあったら、めっちゃ人が並んでたら、え、ここいいんかなってなるよね。なんか人が集まったら急に集まりだすみたいな。不思議じゃない？居酒屋で醤油だと思ってソースで刺身食べた。えー、美味しい？美味しい。十文字先生とくるくるの催眠術。でもかけるならもう絶対かけてほしい。くるくる絶対できないから、あの嘘をついてその演じるとか絶対できないから、絶対にかけてほしい。絶対にかけてほしい。もう頼むから。頼むから失敗。くるくるもうかかりに行くから、自分からかかりに行く、かかりに行くって思うから、かかってほしい。え、そう、私がその思い込みが大切と思ったのは、あの、あ、思い込みっていうか、あのスタッフさんとその
この1年についてその話してて、振り返りみたいなメールで送ったけど話してて、あの自信がないって言ったら根拠のない自信も大切だって言われて、確かに、いや確かにって思った。根拠のない自信、言霊魔法のももこさんが歌詞飛ばしちゃう動画かわちいよね、かわちい。ぶつぶついてる、ぶつぶついてる、この思い届け公園の座席の知らせ最前列で言いながら座席見てるのに、いやこれからよ、これからよ。え、だって私今は現実見て自信なくなってるけど、アイドルになる前は自信しかなかった、自信しかなかったからで、思い込み9割だよね、ほんと。で、私なんでアイドルになりたいのってこのそのお話の時に聞かれて、あ、なんでアイドルになったのって聞かれて、え、友達に誘われてなったのがきっかけでって思い出したら、なんか友達に誘われた日からそのアイドル以外別に、ね、なりたいものなかったから、なんかアイドル以外を目指そうと思わんかったなって思って、私は絶対アイドルになれるって思い込んでたアイドル以外のアイドル、私がアイドルになれないわけないと思ってた、思ってたもん。小学生の時、小中思ってた、私がアイドルになれないわけないって、こんなに可愛いのにって思ってたやばすぎでも今その現実見たんですよ、私なんかじゃダメだった私なんかじゃダメなんだってなったんですよ。好きがいっぱい来てる、来てる。好き。待ってよ。てつじさんクッキーありがとう。もっくん好き、好きたわ。ちょっと待って。好きたわ、ありがとう。めっちゃ好きやん、めっちゃ好き。好き好きたわ、ありがとう。好き好きたわ。好き好きだわ、ありがとう、もっくんありがとう、ありがとう、嬉しい嬉しい嬉しい。その友達はアイドルじゃないアクターズ誘ってくれた友達だけど、その子もアクターズ入らなかった。え、そう、多分根拠のない自信があったからアイドルになれた。いや、そうなんよ、マジで、そうなんよ。いや、これからまだまだ、そうよね、進化するよね。根拠のない自信持って私ならいけるっていう風に自己暗示していきたいと思います。タワーめでたいわ、めでたわめでたわめでたわ。ケンちゃんさんクッキーありがとう。え、そう、 STU 受かった時はえマジ私がと思ったけどマジで私はだから、だからやばかった、ほんまに一切そのバカなんじゃけど、学校の進路とか聞かれても何もないですってずっと言おった。アイドルですとは言えなかったけど、何もやりたいことないですって毎回言ってたって思って、いやくるくる自信持ちすぎねって話。ケンちゃんさんクッキーありがとう。え、そう、アイドルで一番大切なことメンタル。いや、そうなんよ、メンタルめっちゃ大切、めっちゃ好きやねんって関西弁いいよ、いいと思うよめっちゃ好きやねん、めっちゃ好きやねん。 STU 祭三都市握手会、そう、三都市握手会みたいな感じだと思う。そう、え、レーンとかさ、え、え、待って、ワクワクしちゃう、レーンとかめっちゃワクワクしちゃう待って、やばい、気持ち悪い、くるくる出てしまった。え、レーンとかさ、めっちゃワクワクせん、なんか誰誰誰誰みたいな、え、どのレーン行こうみたいな、ワクワクしちゃう、オタククルクルが出ちゃう本
当やばい。その友達に出会ってなかったらアイドルなってない、なってない。だってその子に誘われたもん。アイドルならいいよいいよ。タレントとか俳優になる道はなかった。アイドルだった。アイドル、アイドルになりたかった。500日間癒してくれてありがとう。これからもゆうかのこと世界で一番愛してます。ありがとう。500日すごい。500日え、365日か1年も。ありがとう。500日ありがとう。アイドル一番。え、複数年だと余計楽しいよね。いや、ワクワクしちゃう。スーパーボール浴びるんかな。え、スーパーボールってサインボール？え、サインボールとかないんかな。え、あってほしい。ないか。え、ないか。え、わかんない。ないか。まだコロナ一応。まだ一応コロナ的な。キャトルさん、クッキーありがとう。くるくるのこと知れてよかった。嬉しい、嬉しい。トゥ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 、普通に息を吸って普通に吐いて。いや、マジ根拠のない自信大切なんですよ。やばい、くるくるが大丈夫だって言ったら、たとえそれが泥の船でも安心して乗ります。一緒に泥の中に入っていかないように気をつけよう。砂上さん、かわいい、ありがとう。え、グループ連とかドキドキするよね。もうオタクの時代思い出しちゃう。あー、なんか霊見るのワクワクしてたな。誰々と誰々が一緒でありますようにみたいな。ワクワクしちゃう。だって乃木坂さんお話し会、あの CD 買って応募するバージョンのお話し会は、あの2人のレーンとかもあるからお得みたいな。松尾美優さんと筒井あやめさんのレーンの時はもう大歓迎って感じで行きましたね。津波さん、かわいい、ありがとう。ゆうかと出会ってまだ10日。いや、もう日にちなんても全然。いや、もうありがとうございます。皆さん私を見つけてくださって、本当に津波さん、尊い、ありがとう。サインボール、その友達は今は友達として会ってない。あのね、もうね、学校変わってから連絡取ってないよ。あの LINE 消しちゃったの、私が ST 入るときに LINE 消しちゃった。もう いっぱい もう後悔。もっくん、クッキーありがとう。津波さんめっちゃ好きだっけ。なんかありがとう、ありがとう。くまさん、スケモンさん、バラありがとう。うわ、心が吠えている。知らないメンバーと話せるのも醍醐味だよね。本当に天狗にならなければ自信はいくらあっても OK。 いや、そうよね、マジ自信元。え、マジ自信ってめっちゃ大切、本当に大切。あ、自信元、え、持てない。持てないんかーい。中村さん、クッキーありがとう、ありがとう。え、そう、メンタルね。え、どうやったらメンタルって強化できるんじゃろうね。だってこの世の中いろんな人がいるわけで。メンタル、え、みんなどう、メンタル。私もうだって ST 入って100回ぐらいやられたもん。メンタリストメンタリスト DAIGO さんお願いします。メンタリスト DAIGO さん、ホーユーさん、ハトありがとう。でもグループ LINE で一番ちょっと
その厄介なのは、あの他の、あ、その一人の推しメンを目的に来て他のメンバーもスルーみたいな、マジで、あの緊張してる、してて話せないとかじゃなくて、マジでもう睨むレベル、もう話すことないですみたいな真顔でおられるのが一番私は嫌だ。それは本当に悲しい。 そこでまたメンタルぐさ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 。あ、鈍感力ね、確かに打たれ弱いから立ち直りは早い。あー、立ち直り早いの、まあいいよね。メンタル激弱は、え、お豆腐だよね、ほんまに。松坂さん、バラありがとう。あ、バカズね、確かに。まあでも、あ、私の、あの、なんかこの前見たのは、何を言われても、どうせ100年後にはみんな死んでるから、気にしなくていいみたいな、見た。確かにと思った。どうせ100年後みんな死んでる、私も死んでるんだから、確かに気にする必要ないなって思った。100年後。人生は100年時代。100年時代。気づきすぎないこと、確かにな、確かに。スクールでも、え、アクチャンスの時はまだ自信があったから、メンタルは、あの、あれだった。あの、チェキ会で誰も来なくても、くるくるの良さに気づけないなんてっていう考えが、あの時代はできてたの。で、今はできないの、それが。今ができないの。え、おったおった。あの、研究生4人目の時。そう。そうそうそう。お話し会の、リアルお話し会の、最初はさ、研究生4人で同じ連だったじゃん。その時にあった。あった。バカチコ、え、そうなんよ。ちっちゃいことは気にするな、それ。バカチコ、バカチコ。話さない人に手をくるくる回したら 何人返してくれるかチャレンジ。やばい、絶対メンタルやられる、絶対返ってこないもんとか言って。やだ、怖い怖い怖いよ。オーディションの時は最初は自信あったけど、最後ら辺はなんか、最後ら辺からなくなり始めた。で、今に至るみたいな。最終審査あたりかな。最終審査。チェキがエピソード好き？いや、そうなんよ。その時はでも本当にバカバカくるくる。なんで私の魅力わかんないのかなと思ってた。一人も来なかったけど。でも何に病んどるんか分からんのよね、自分は。その病んでる時はなんかモヤモヤみたいな、なんかモヤモヤ。確かに、もしそういう話してくれない方がいたら、もう自分からヤッホーって話しかけてみよう。ヤッホー、ヤッホー、くるくる興味ない？くるくる押してみない？いや、そこから急に押してみないはハードル高いか。押してみない、押してみない。ピンクのトロさん、結婚してありがとう。やだけど考えとくね。え、ティッシュ配り、え、ティッシュ配りってそんな大変なんかな。私ティッシュ配りさ、めっちゃやりたいよね。でもさ、メンタルやられる子が多いってスタッフさんからも聞いたし、前ファンの方からも聞いたし、って見るけど、もう楽しそうでしかなくて、ティッシュ配りが本当にやってみたい。ティッシュ配りは、え、だってさ、ティッシュ配りはさ、マジで知らない人にティッシュを渡すわけじゃん。知らない人だから、もうそこでしか出会わない人じゃん、言ったら。そっからもう、あの、好きでいてくれる人、好きになってくれた人は来てくれるけど、もうそういうのいいからみたいな人は逆にいいからって人はもう一生関わらない、私と人生交わることないから生きるって思うよ。でもそのファンの方は公演とかで他の子を見に来てくるくるもいるみたいなことがあるから怖いよね、その自分から行くのが。ここだけの関係と思ったらいける、私。ここだけの関係。オノピンさん1、ありがとう。
このすれ違った時だけの関係だから。そう、やっほーダジャレが5連続スルーされたメンタルちゃんと拾うから、ちゃんと拾うから拾うから、昨日ありがとう、こちらこそありがとう。え、お見送りはね、そうよね、あの推しメンこうやってたら隣の子スルーしちゃうよね。そこは難しいよね。まあお見送りは去ったから、まあそこは大丈夫だと思う。そのお話ってなるとね、くるくるのこと押してみーひんみーひんさんや、みーひんさんやみーひんさん、みーひんさん、確かに。でもスルー辛いって言われるよね。スルーは一番辛いって言われるよね。スルー、スルーする、もしかして私のことスルーする、これ無視したら私病むから笑ってくれないと病むからやばいやばい、意外ともらってくれないのかな。え、そうなんだ。めっちゃなんかもうこれ根拠のない自信ある。ここにティッシュ配りに根拠のない自信がある。一番嫌だ、嫌いだった、ふうさん。え、そうなんだ。山さん1ありがとう。1、確かにお話し会のね URL つけて、確かに山さん1ありがとう。え、もらってくれないのか。しまじろうさん、かわいい、ありがとう。え、自分も複数のメンバーだったら絶対一人一人考えていく、話すこと。え、でも結局話せないんだけどね、緊張して。あ、かわいいですねって終わるけどかわいいですねって。福ちゃんさん、ファイト、ありがとう。あれ、ちょっと笑ってないな。スルーする、くるくる、あ、やぶ、面白い。あのみんなほら、ま、気まずそうな反応してトイさん、マシュマロ、ありがとう。ナナセンシルさん、ハート、ありがとう。トイさん1、ありがとう。見せよ、さっき話したとこと。これあのなんだっけ、あのシュグルさん1ありがとう。奈良先生さん、ハート100個ありがとう。あのなんだっけ、アップルミュージックのやつ、推しと話し会するとしたら最高何分ぐらい連続でくるくる、でもくるくるの中で推しと話すのは、くるくるそのお金がないからたくさん買えないたくさん買えないっていう。七瀬シルさん1ありがとう。ヒロニャンさん、クッキーありがとう。いや、そう、今日やべやべ、これ、あ、なんか部屋が映ったら嫌だな。これこれ、ほら、トップはトップアーティスト、トップアーティスト3360分聞いてる。 STU48 七千種さん1ありがとう。たくさんたくさんありがとう。ずっと飛んでる、すごい、ありがとう。モンスターの水色とオレンジのやつ、飲んだことない、松尾美優さんとはね30秒ぐらい話すのを5回ぐらいやったことある。すごいじゃない、すごいすごい。あ、 AKB のずんちゃんさん、大阪でティッシュ配りで怒られて怖い思いしてみて、え、知ってるその話。 AKB さんの見た、切り抜き。え、STU 好き、好きだよ。これアップルミュージック、アップルミュージックの記録、去年の、去年の
記録。とんちゃんさん好き、ありがとう。伝わった。あ、56時間換算したらやば、やばすぎ。56時間。オノピーさん野球ボールありがとう。 ST 推しですよ。もうそれもちろん。あとなんか、あとさ、もう一つ言ったのさ、これだった。あ、部屋がこれだった。あのなんか私が再生したアーティストは218人だったらしくて、全部で218人分の曲を聴いたらしくて、その中でのトップ5が STU、 AKB、 バックナンバーさん、乃木坂さん、藤井風さんだった。私尾崎聞いてなかった。藤井風さんだった、私が聞いてた。尾崎くるくるはね、まとめ出しできる枚数買えない人です。それそこまでお金がお金がないないタイプのオタクなんですよ。あ、初見ありがとうございます。初見ワースト出ないのよ。ワーストは出ないのよ。ワースト出ずにもうこれなのよ。でこれがこれ合計全合計時間21,866分。 I love you、 よかった、ありがとう。ナオ先生さん1位、たくさんありがとう。大量に1がある、ありがとう、ありがとう。AKB さん好きな曲、私やっぱシュートサインが好き。夢はがいつかは終わるのなら砕け散ったって構わない、ためらわず何もしないで。あ、でこれトップソング、無謀な夢は覚めることがない。トップアーティスト ST48、 トップアルバム、アクチュアリーを気づいてない。しアクチュアリーめっちゃ好きなんだけどな、炎上してたから。何もできることの875曲を聞きました。耳を捉えて離さない曲がありました。耳を捉えて離さない曲がその無謀ですね。シュートサインいいよね。シュートサイン、シュートサイン、いや私確かにシュートサインフリップゲー、確かにフリップゲーみたいになってる。ピンクのストロさん野球ボールありがとう。クロクロがね、聞きすぎると嫌いになる。こう歌わんといけんって思って聞くから、こう歌わんといけんっていうのが染みついて、聞くときもこう歌わんといけんっていうのを思いながら聞くことになるから嫌いになる。普通に趣味で聞くのは大丈夫。寝るとき、いや、してない。寝るときしてないよ。だからくるくるも今年もたくさん音楽を聴いていきたいと思います。今日はチャートリのセトリずっと聴いてた。チャートリのセトリを聴いてた。ダーリンダーリン、チャートリのセトリをシャッフルで聴いてた。シャッフル、無謀な夢は。アゲインストが一番、アゲインストいいよね。アゲインスト、アゲアゲで、アゲアゲじゃない、アゲアゲ
シュートサインと制服の重さ好きは本当怖いぐらい一緒です。手間怖いぐらい一緒。手間でも好きだよ。手間でも好きだよ。え、いいよね。趣味一緒だ多分。え、手間でもね、私やりたいよね。ノアピにノアピとやろうって入ってすぐ言ったので、いつかやりたいですね。気分によって聞く曲、そう、気分によって変えてる。そうなんよ。今日は乃木坂さんの気分、今日は AKB さんの気分、今日はセトリを聞く気分、今日は STU の気分、今日は尾崎さんの気分みたいな。今日はバックナンバーさんの気分。ファン特有の呼吸の荒さ出てきた。やだ。恥ずかしい。恥ずかしい。歌を覚える。くるくるね。歌を覚えるの下手なの。くるくる歌を覚えるのは、あ、でも、振り付けと組み合わせて覚えたら勝手に頭に入るからいけるんだけど、あの、そうして人は無力と思い知るが難しいの。難しいの。あの歌詞こんがらがっちゃう。で、みんなこんがらがるって言った。みちゅさんも、あの、みちゅさんも言ってたし、アリサさんも言ってたし、ゆらさんも言ってた。あれは、あの曲の歌詞は覚えられないって。なんでなんかな？同じリズムを繰り返してるから難しいのかな。公演曲なら、今、花垂れ公演かな？花垂れ公演だったら、私、最初の4曲が、4曲の流れがすごい好きなんよね。花垂れ暗闇、僕に春夏秋冬の流れが好きで、その4曲なんか流れが好き。チャートに抜いてきます。出演したい、出演したい。音楽聴きながら勉強する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 ときは YouTube で聴いてる。 YouTube。 え、ポジション意識してなかったな。手もでも、え、チャートにフル尺、フル尺も出たい。あの、ファーストラビットやりたい。ファーストラビット。あ、45分。ありがとう。え、くるくるシワじゃん、やりたいの。シュワ終わりかもね。シュワ痛いみんが。なんかくるくるの声に合ってない？その自分、ジェガイジさんにしちゃった、また。しちゃったんだけど。シュワジャーネの声質にくるくる合ってる気がして。めっちゃやりたいの。そう、今でも愛してるだけど振り回されたくないの。出られるように頑張ります。シュワジャーネ、目をギンギンにして狙っていきます。嫌いにならないように手を振りながらじゃね。だから早くシュワジャーネをショールームのカラオケ機能に入れてほしいの。入れてほしいの。歌えない、歌いたい、歌いたいの。そろそろスクショタイム。でもシワジャーネの衣装を着こなせる自信ないかもしれん。くるくる。この背中にはふふふふ。今日は少なめにしよう。え、ポニーテールを揃えた君も見たもやりたい。全部やん、全部やんっていう。え、ユニット全制覇、全制覇したい、したい。わかん、トゥルトゥ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 ルトゥトゥトゥ、難しそうだけどやりたい。
自分だけチェキ誰も来なかった時の顔。え、なんで来ないの、こんなに魅力的なのに。おかしい、おかしい。ダメダメさん、かわいい、ありがとう。この服はね、こういう絵も、あ、字が書いてるやつ、なんで書いてるのか分かんないけど、前世はね、いないと思う。なべなべさん、かわいい、ありがとう。リオツンが、あの、なに？リオツンが、ビンゴじゃなくて、ビンゴの前なんだっけ？ビンゴのない、前。ビンゴの前なんて言うの？ビンゴの前、あ、リーチ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 、リオツンがリーチ。リオツンがリーチ、リオツンあとポニーテールだけだよね。ミシガン、ミシガンって書いてあるの、どういう意味、ミシガン。そうそう、男女読もうかな。リーチが出てこない、もうリーチ、リーチ、リーチ。ちょっと変な感じになっちゃった。QL さん、クッキーありがとう。幸せうさぎさん、クッキーありがとう。ミシガン州、なんか聞いたことある、ミシガン州。え、そういうこと。え、それでは男女読みたいと思います。13位ララニスさん、ありがとう。12位クリボーさん、ありがとう。11位ミキオ先生、ありがとう。10位柏木まさきさん、ありがとう。お兄ちゃん、クッキーありがとう。9位マスタカさん、ありがとう。8位トイさん、ありがとう。7位オロチさん、ありがとう。6位テカドンさん、ありがとう。5位ヤマさん、ありがとう。野球のユニフォーム T シャツなのかな。え、くるくる知らない間に時代乗っちゃってる。待って、5位ヤマさん、ありがとう。4位中村さん、ありがとう。3位七千ヒルさん、ありがとう。2位津田麻代さん、ありがとう。そして1位はトゥルル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 パーン、もっくん、ありがとう。好きとはも、ありがとう。ありがとうございます。皆さん、今日も見てくださってありがとうございます。そう、22時から、この後22時から、あのダンスバージョンですね、 YouTube で。息をする心、息ここの、あの映像公開されるので、皆さん絶対に見てください。くるくるが通行人として映り込んでいる可能性があるので、ぜひ、あるかもしれない。ぜひ見てください。あ、銀河一回、ありがとう。優勝ありがとう。楽しみ、ありがとう。見てください。そしてくるくるは、自信をつけられるように頑張ります。根拠のない自信持っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。それではおやすみー、おやすみー。この背中にはうん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 